いよ。この子とこの子ちょうど。かわいい。誰が打ってる気ない。かわいい。なんか虎の子供みたい、ほんと。何これ、何これ、かわいすぎるぽっちゃりして可愛いね、この子。ダメだこれ、たまらん、たまらんこれ。かわいい。そっくりだね、この子。はい。全然違う人ね、この子。どっちも大丈夫です。はい。一本は大丈夫。一本ずつは大丈夫って意味ですね。はい。あとうんちもとりあえず寄生虫はいません。はい。で、気になったのは白い方の方が目やにが多いようですね。そうですね。はい。ちなみにどちらもオス猫ですね。あ、そうなんだ。この感じ。いつ拾ったんですか？いやもう今朝。今朝。はい。じゃ食欲とかはわかり？あ、でもいっぱい食べてた。食べる。あ、そうですね。食べてる隙に。うん。というわけで、ではまず飲み薬ごめんなさい、目薬を用意しますんで、こうやってやったことありました？やってます。はい。1滴ずつちゃんとやって、コットンかガーゼかで目やには拭き取っていきましょう。こうやって取りきれないようだったらもう1滴使っても結構です。とりあえず1日2回で1週間ぐらいやって、治りが悪いようだったらもう少し増やして、ちょっと取りにくいからやわらかくなる。まあおそらく1ヶ月半ぐらいの月齢だと思いますので、そしたらこの間のことをそんなに変わらないと思うんですよね。そうですね。なので2、3週間したらワクチンっていう感じ、ごめんなさい、ですね。あとは目薬をつけるからいいでしょう。何か質問ありませんか？この子たちに関してはないんですけど、はい、一つ見てもらいたいものがあって、はい、ちょっとそれが一通り終わったら。わかりました。はい、あとはみたらしちゃん元気ですか？あ、もうめちゃめちゃ元気ですね。人には慣れてないけど特に食欲もあるし、広告がないってことは傷がはじけるとかそういったこともなさそうですかね？全然大丈夫ですね。もう輪っかも外れてますか？昨日かな、でもおとついぐらいに外したのかな。まあ元気なりでしょう。野菜がもう一回ね、2人ともやっぱり予防殺虫薬は扱いますね。そうですね。この子たちはやっぱり小さいので、2人で共用とします。うんちも良かったです。うんちもはい。とりあえず寄生虫はいないというところですね。ただ他の子との接触はワクチンはまだ控えた方がいいかもしれません。まずは食欲をちゃんと出てるかどうか確認しましょう。この子はどうでした？激しくなかったですか？あまりそこまで激しくはないです。そうです。はい。で、この子も多少ですが、目が少し目やにがありますので、この子も同じように目薬を足しましょう。で、目薬強用なんですけど、ちゃんと滴を落としてください。離してね。そうです。これ滴をつけてしまうと、この子のばい菌がこっち行っちゃって、ちょっと共用で使うの良くないので、そうするとこうやって可能だったら目に落としてあげて、眼球はこすんないようにしてくださいね。なのでこうやってまぶたに沿ってやるのがいいですね。こうやって、あと2人とも爪は切ってあります。ありがとうございます。じゃあ最後に、とりあえず人通りの検査は以上です。大丈夫でしたね。Thank you.